ミスターアパッチ TV と、アパッチ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ミスターアパッチです。今日はですね、パフォーマンスのメッカ、みなとみらい、グランモール公園円形広場に来ております。で、今日何をするかといいますと、11月20日の、自分のブログの記事にも載せていたある一つの技のこと、その技を今日は皆さんに披露したいと思います。で、その技というのがこちらのディアボロを使った技になります。自分のパフォーマンスショーの中ではまだ1回も見せたことがない技なんですけれども、ただ練習の段階ではかなり成功率が上がってます。だから今日はもしかしたら1回で成功して、この動画かなり短い動画になってしまうかもしれないんですけども、とりあえず頑張って挑戦したいと思います。とぉ、いかがだったでしょうか。自分のブログの記事に載せている技を見てもらいました。この日は撮影が始まって1回でできましたと言いたいところですけれども、この日に限って調子が悪く、続きをどうぞ。とりあえず調子が悪いんで、普段パフォーマンスの時にしているメガネをつけて、練習をしたいと思います。これならよく見えるでしょう。レンズ入ってないんですけどね。紐が切れてしまいました。
11月20日の自分のブログある一つの技のこと、そこからこの動画を作ってみました。皆さんご視聴ありがとうございます。とりあえずメガネしててもメガネしてなくてもできるときはできる、できないときはできないという感じでしたね。さあ、このミスターアパッチ TV、これからも不定期で動画をアップしていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではバイバイ。